狂乱のごとく疾風だ。俺のルピッカ無駄だ。セイやるじゃないか。まあ、瞬く間に。うん。黙っとんだ。一緒に遊ぼうよ。行け。もっと早く。会議だけじゃダメだよ。ああ、その剣筋確かに面白い。だが、ここまでだ。君、案外やるね。劣勢を利用してセンターの時代に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。なるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。
ここだよ。そろそろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。そのせいで考える余裕もなかった。よくよく考えれば、君たちが先に神の心の剣は君たちと向かう。そうだ、だから違うって言った。旅人、今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと強い。どうしてかな。その様子じゃ心当たりはあるんだね。はあ、俺には言えないか。どうやらこの好奇心は抑えておくしかないようだ。君との戦いはとても良かったよ。俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ。まあ友情の形はやり合うことになるけど。変わった価値観だな。さて、今はそんな世間話は一旦置いて任務に戻らないと。神の心がここにないのなら、最初から先祖の亡骸というより、先祖の亡骸自体目を、それって、おそらくね。それが本当なら、さすが商業の都の守護神、契約以外の小細工にも詳しいんだな。となると予備プランを使うしかない。予備プラン？弱者に影響を及ぼすから本来だったら使いたくないんだけど、所詮この世界は強さを追求する者のためにあるからね。弱者を気にしている余裕なんてない。それにファーティスは手段を選ばない。子供だって嫌いなものを食べなきゃいけない時が。それで幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。魔人？渦の魔人オセル。魔人戦争で岩の魔人モラクスに敗れ海中に封印されてる。そんな魔人が神のいないリウエコを襲ったら、俺たちを散々もてあそんだ岩王帝君様もこれ以上見てみ。でも魔人戦争は2000年前に終わったんだぞ。七神しかいない今、昔の魔呼び覚ます手段があるに決まってるだろ。君たちに渡したのはこの研究の副産物だよ。これほどの力を持つ禁忌滅却の札に女皇がくれた執行官の力、岩の槍による封印を。俺にとって上古魔人の力を使うこと自体面白くないし、あの眼神だけでなく君たちまで動かないといけなくなるって考えると、
神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーウェの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。黄金屋を出た時に軍玉閣を見てなかったらどこに行けばいいかわからなかったな。間に合ったよな。渦の魔人はまだリーユエ港に上陸してないよな。お前たちなぜここに。ん？あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ。七星と喧嘩したって聞いたけど、もう解決したのか。互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーウェを守るべきだと、そうなったのよ。ふん。なるほどな。じゃあ何か案があるんだな。こんなにも距離が離れてるのに、あの渦の魔人をチラッと見ただけで息が。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古魔人の威圧は一般人にとって有害なようね。だからこそあの化け物をリーウェ港に近づけさせるわけにはいかない。怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、戦艦軍、それと仙人たちの力を合わせれば。話し合ったけどそれはわからないわ。嘘だろ。でもリーユエを守る仙人と七星だろ。何か方法はないのか。方法はある。奇襲機の剣で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置、凡人にはわかるまい。だがわらわが少し手を加えれば想像を超える改良もた。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔人と戦えるわ。善は急げ。今が決戦の時よ。作戦開始。Thank you.
仙人たちが奇襲機を操作してる。ファデューに邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。オイラたちも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人との手合わせ。さあ来い。お前たちの本気を見せてくれ。その真理だ。我々は知っている。注意してよけろ。ファデュイが攻撃を早めてます。やるわね。この件が終わったらそうやすやすと許したりしないわよ。夜叉の名は敏将を意味する。我が戦力を持ち我のように走れ。逃がさない。
ここが片付いたら仙人たちも安心して戦えるぞ。邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍力閣は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。教皇様、それは軍力閣を放棄する。どういう考えで。分かった。旅人、助力を願う。さらば我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。これで終わったかな。あの不吉な気配は確かに消えたな。禁忌滅却の札の力は永久ではない。渦の魔人でも簡単には逃げられぬ。ご協力感謝します。皆様がここにいなかったらリユエコーはどうなっていたか。今さら機嫌を取らなくてもよい。わらわたちとて偶然ここにいるわけではない。龍雲や、そこまで言わなくてもよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から限りある収入で軍玉閣の建設に取り、最初は一部屋だけだったのに増築を重ね、今のような宮殿、彼女にとってあれは商人として、そして七世の支えとして。ま、軍玉閣が壊れたのは彼女にとってはかなりの痛手じゃろうな。これほどの協力。いいえ、交渉の手段として使えることこそ誉れです。あ、私のためにわざわざありがとうございます。
皆様がここにいらした理由も分かってます。おや、3700年、皆様が帝君とリーウェを守る契約を結んでから、リーウェの土地は盤石のように固く、千年前と少しも変わりありません。しかしリーウェはまだ3700年前のリーウェというわけでは、この土地だけではなく、この都市、そして人々にも目を向けて。我らの守り方を疑っておるのか。そういうわけではなく、先輩方にもう一度リーウェのために考えてほしいのです。先輩とはな、わらわたちにとって七星など先輩後輩もないわ。今朝帝君の夢を見ました。私は凡人だけど、七星としての契約がある。歴代七星の積み重ねは必ず価値のあるものになる。帝君の導きのもと、私たちは人間の世界で必死に生き、貿易という名の契約の網を作ったと。でも目が覚めるまで何も言えませんでした。京子、傍観者としてお前たちはどう思う？そうだな、これはモンドで起きたこと。四風守護と風神は彼らの対立を止めたかった。対立が残すのは心の傷だけ。メリ属性の七国それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だが、仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄にはできぬ。まあ、この年の人々に目を向けてほしいと行幸も言ったんじゃろ。バーヤはそうした。皆様、この度はありがとうございました。何者だ？仙岩軍隊長アイガン、礼を言いに参りました。これが最後の戦いになるかと思いましたが、皆様のおかげで最悪の事態は免れました。私は一兵士ですが、これからも全力でリーウェを守り、このご恩をお返しします。あれ、みんな元気ないね。あの怪獣を倒したのに。怖くなかったのかい？危なかったんじゃよ。怖くないよ。仙岩軍のおじさんたちも、神の目を持つ大人たちも、あとリーウェのみんながいるもん。危険な時みんなちゃんちゃんを守ってくれる。普段も美味しいものや面白いものを作ってくれるもん。あ、そこのお兄さん、守ってくれてありがとう。いけないな。え？いけない、我は仙人だから。そっか、仙人も大変だね。みんな、これが今の時代じゃ。契約の国は仙人に感謝せねばならん。しかしここ数年、仙人の力を頼ら、凡人と呼ばれた人々は無力じゃが、思いは強い。神とリーウェの契約は昔のことじゃ。今はもうリーウェと人の契約。港にいるだけで違和感を覚え、しっかり来ぬぞ。お前はどうだ、リュウ。わらわに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。戻ろう。コーマ大勢コーマ大勢の意図はわかるぞ。久しぶりのリーウェ。私がここの契約を理解したとき、リーウェはまた違う顔を見せ。
迷い帰る。ふん、皆がそう言うなら我も執着はせぬ。だが我らが去った後、リーウェ七世が横暴な振る舞いをせぬか心配だ。さあさ、昨月も戻るがよい。その監督の権利はリーウェ万民に。人間と仙人の危機もこれで無事終了だな。あ、そうだ、まだ一つ解決してない。この危機、孔子が魔人を呼び起こした理由は、岩王危機は去ったけど、岩王帝君は姿を見せてない。あの神の死は一体どう。わからない。オイラたちが準備した送る相手のいない操船儀式が今唯一の手がかりかな。とりあえず王城堂に行って勝利に聞いてみよう。急がないと。急がないと。お二人さん、何かご用でしょうか。王城堂は今立て勝利を探しに来たんだ。伝言を頼めるか。勝利先生は今いません。北国銀北国銀行、そういえば最後に魔人がリーユエを攻撃したことを知らないのか。仕方ない、オイラたちにとっても危ないけど。行こうよ。急がないと。ファトゥス同士の協力だって。よくも俺を騙して好き勝手やってくれたね。目的のために小さなことを気にしてはダメよ、孔子。あんただって取引や計画を無視して頼。あら、あんたの知り合いが来たわよ。あ、勝利と孔子だ。それとお前、あの時のファトゥス。あんたたち銀遊詩人の国で会ったわね。私の名前を覚えてるなんて褒めてあげ。まあ
大切なものを奪われる友人をただ見てることしかできなかったわけだし、忘れるわけないわね。いや、黄金屋での戦いは実に楽しかったね。また会えて嬉しいよ。ふん、お前がファデューの執行官だって知った時からお前を信じ、まあまあ、確かに俺は君たちを少し騙してたけど、旅人に対して悪意はなかった。まあ最後はちょっと本気でやり合ったけど、これまでの協力関係は楽しかったじゃないか。立場が違うから君のことを根に持ったりはしない。もちろん君たちが俺を憎んでも俺は構わないよ。むしろ勝利先生と淑女の方こそよくも俺を騙してくれたね。それは今はそれよりも早く任務を続行するのよ。約束通りあんたの神の心を取りに来たわよ。何の話だ。契約は成立した。何時に渡そう。ずいぶんと上から目線ね。何？勝利が観王帝君だったのか。いやいや、それ自体がびっくりだけど、なんであげたんじゃない。契約に基づいた取引、俺と氷の女皇の取引だ。そうだ、ひどいぞ勝利。お前を迎えるための儀式だったのに、急に空から竜が落ちてきて、リユエコは大混乱だ。水面下の暗流を集めて、極限になるまで圧をかけて爆発させる。まさに彼が望んだものでしょ。あ、俺が説明しよう。知っての通り、俺は6000年以上生きてきた。仙人たちと共にリーウェイを作ったのは、渦でうがつことのできない岩も時間に洗い流されれば摩耗する。しかしある日、俺はある商人の部下への言葉をたまたま耳にした。君はその時、俺は自分に何度も問いかけた。勝利、神の座を降りると考え始めた時、俺には離れられない理由が、神と共にあるリーウェ、次の時代に入る準備はできただろうか。だから偽りの死を計画し、孔子、仙人、リーウェ七世を巻き込んだ。ああ、ずっと手中にあった神の心もついに。その通り、だから今まで神の心、つまりもし取り返しがつかないことになってたら、お前は神としてリーウェを助けてたってことか。当然よ、それくらい彼にとってはお茶の子さいさいだもの。まさに親を失った子が急成長するかのように、このリーウェも神の死によって成長したのよ。今回全ての件の結末は俺の予想以上にうまく解決した。隠居していた仙人たちも、情報量が最も少ないのに最大限の自制を見せた。七星と共に危機に立ち向かい、民の心を理解しようとした。そちらの淑女も、氷人との契約を果たす使者として俺の要求を聞いて、取引のことを誰にも言わなかった。こうし、俺自身は凡人の勝利としてリーウェの伝統を守った。共に旅をしてくれたこと、何もかも俺の計画だ。唯一俺の予想を超えたのは、リーウェを守ってくれればいいと仙人たちと同じ期待をしたが、まさかこのまま神に取って代わり、俺の死を利用してリーウェを管轄下に置くとはな。あまりめでたいいことだと思うぞ。少し早すぎるかとも思って心配したが、彼らは俺の期待を真摯に真剣に答えてくれた。
あのさ、勝利先生、散々俺を騙してたのに何も言ってくれないの？礼を言ってあげたらどうかしら。あんたが起こした騒ぎがなければこうはならなかったわ。元神はあんたが魔人を召喚して戦わせていなかったら、元神が数千年も手にしていた石ころ、リーユエもダイヤにはならなかったでしょ。誰かが俺に皮肉を言ってる気がするんだけど、気のせいかな。そうだけど、今のリーユエにとって君は恩人で、俺は大悪党だ。神の心は手に入れたし、これ以上の滞在は無意味ね。スネージナヤパレスに戻らせてもらうわ。はあ、勝手にすれば。俺は同行するつもりはない。勝手になさい。最後に聞きたいことはないか？ふむ、取引は平等が大事だって言ったよな。普通に考えたら。はあ？だが俺は契約の神。数千年間俺は幾千万の契約を交わした。氷人との取引は俺が元神として最後に結んだ全ての契約を終わりにする契約だ。かの氷の女皇が一体どんな代価を支払う。お前自身の手で答えを明らかにするといい。は今日らしいぞ。送る主役は偽物だけど、時間をかけて準備をしたからちゃんと見ておかないとな。ここだよ。あの海の魔人、急に現れたわけじゃないよな。ああ、ちょうどガンオ…な、ガンオテイ君を殺したやつと言われてみれば、確かに…わかったぞ、きっと…しかし、まあいい。総選儀式をやるってこと…ガンオテイ君が本当に…バカ野郎、ガンオテイ君を殺せるなんてきっとただものじゃない。うわ、ただその資格がファデュイの偉い人だっていう説はかなり可能性が高いと思う。確かファデュイ、確かに怪しいな。強欲で嫌味なやつ。静かに、聞かれたらどうする。七星によるお知らせです。寿命が山のように膨大な竜もいつかは土に帰ります。帝君の寿命は非常に長いものですが、月に満ち欠けがあるようにいくつかの試練があります。巷で流れる帝君が殺害されたという噂は事実ではありません。帝君は試練に見舞われ、魂は好天に変えられました。皆様、また噂を信じ憶測することはおやめください。その
はあ、こうも早く犯人探しを諦めるなんて。まさか岩王帝君が死んでないことを知ってるのか。でも勝利は七星も、神の心の取引が終わった後、勝利が彼らに、だろ？そうだ、操船儀式はもう始まったみたい。あ、行幸と国政だ。帝君の魂は皇帝に変えられた。契約、3700年の契約がこうして私たちは幸せだった。そして時間の残酷さを忘れて、神のいる地の長い夢は終わらへん。夢から目覚め、さよならを覚えるの。契約が再び作られた後、皆さんは、では天中園様のスピーチは、幽変様、何かお言葉はありませんか。彼女、旅人。うわあ、本当にこっちは、あれが魔人を倒したと噂の旅人か。若い。七星は必ず恩を返す、知ってると思うけど、私たちにでき、行ってみなさい。では、人探しのお知らせを。今日、わざ、まさか、まあ。おい勝利、リーユエの人々はもう岩王帝君に会えないと。3700年続いた重荷を下ろしたんだ。気楽になるのも無理な。そうだ、お前たちはいつ空いている？新月家。嘘はやめろよな勝利。三倍酔いならまだ信じるけど、新月家はお茶も有料なんだぞ。本当に。あ、言われてみれば確かにモラが足りないな。なんでモラクスのくせにモラが足りないんだ。岩王帝君、モラクスとしてモラを作るのは簡単だ。しかし勝利になることを選んだからには、お前たちと共に行動してた時、神の心はまだ俺の手にあったわけだが、七神の座を降りると決めた以上、未来の新生活を予習しておかないわけにはいかないだろ。うん、道理で勝利が値段を見ないのは値段を見るくせ。でも自由にモラを出せない自分にも慣れてないから、いつも他人に支払ってもらうダメなやつになったの。いや、ファデュイの金を少し使っただけで、そこまで言わなく。貿易の都で人々が交換するのは金銭と商品だけでなく、モラクスがいくら岩王帝君として民と共に生活したとしてもこの件は勝利としての俺も、お前と共にリーウェにいた記憶を大事にする。ああ、ただどんな旅でも。うん、オイラたちもそろそろ次の神を探す旅。それは少し難しいかもしれない。リーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中。ああ、稲妻の雷神
バール、リーウェの人々が俺を岩王帝君と呼ぶように、彼女は稲妻で別の名前で呼ばれている。うん、確かライデンだったっけ。ああ、ライデンは稲妻幕府の将軍でもあるため、彼女はライデン将軍と呼ばれている。そういえば稲妻の情勢は緊張状態だって不当で聞いたことあるけど、勝利、お前はリーウェの岩王帝君だし、何か知らないか。それは神の目だ。手に負えない境遇を前に、人々は自身の無力、しかし人生の最も険しい分岐点、それが神の目。ふむ、テイワット大陸。しかし去年ライデン将軍はメガリレーを出した。メガリレー？稲妻全域の神の目を徴収し、戦術。神の目を？なんで？神の目は神の恩恵だから、それを自由に使える権利が自分にはあると、彼女はそう考えたんだろう。うわぁ、厳しい。風神は自由の神、元神は契約の神、そしてライデン将軍は永久を追求する神。永久の、それに七神で最も古い俺も言ったことの影響で、彼女はより永久を追求するだろう。メガリレーを発表した時、きっと彼女はあの口癖を民に言ったはずだ。七神が求む七つの理念の中で、永久だけが天理にも。さて、他に知りたいことは？では